ご視聴ありがとうございます。シンガーソングライターのパクユーです。本日の動画は楽曲分析、名曲や話題曲を分析し、一歩進んだ音楽の楽しみ方を提案するという企画です。今回取り上げる楽曲は SNS から火がつき、今バズりにバズりまくっているシンガーソングライターエイトさんの香水です。右上の情報ボタンからミュージックビデオにアクセスできるようになっていますので、合わせてお楽しみください。1年前にリリースされた、完全にインデペンデントで、全国的には無名も無名のシンガーソングライターの楽曲がバズりにバズり、ついにはビルボードジャパンの、チャートや、各種ストリーミングサービスの再生ランキングトップ10にランクインする事態に。 YouTube のミュージックビデオ再生回数も5000万回再生に迫る勢いで、今とんでもなく話題になっている一曲です。まあ、この曲が、バズりまくってる一番の理由っていうのはやっぱり君のドルチェ&ガッバーナのその香水のせいだよ、このサビのフレーズだと思うんですけれども、それ以外にも、この香水という曲には多くの人に愛される音楽的な理由、魅力があると僕は思うんです。今日は、それを分析考察していきたいと思います。ぜひ最後までご覧ください。このチャンネルでは音楽愛好家、音楽制作家の皆さんへ向けて、音楽に関する様々な動画をお届けしています。ぜひチャンネル登録のサポートよろしくお願いします。まずは初級編の分析考察です。ここでお話しする内容っていうのは、おそらく雑誌や、ウェブメディアなどで多くの人がすでに語っている、もしくはこれからたくさんの人に語られる内容だと思います。香水の大ヒットの一番の要因っていうのは、先ほどちょっと歌った、ドルチェ&ガッバーナのこのフレーズっていうのがインターネットミーム化したためだっていうふうに考えて間違いないと思います。インターネットミームというのは、インターネットを通じて模倣として広がっていく行動、コンセプト、メディアのことです。音楽の世界でもミームというのは、ここ数年すごく重要視されていて、歌ってみたとか、演奏してみたとか、踊ってみたとか、まあそういう類の模倣っていうのが流行ることによって、楽曲がたくさんの人に広がっていく状況っていうのを、どう作り出せるかっていうのがヒットを生み出す上で非常に大事になってきているということです。香水の場合、エイトさんの活動経歴や音楽スタイルから推測するに、したたかにヒットを狙ってこうミームになりやすいような、曲を作ったっていうふうに僕は思いませんが、結果的に、ドルチェ&ガッバーナのフレーズがミーム化し、TikTok をはじめとした SNS を中心にどんどん広がっていったと。インターネットである程度話題になれば、ラジオやテレビなどのメディアがそれを取り上げますし、そうするともう拡散の勢いっていうのは増すばかり。エイトさんは現在どこのレーベルにも事務所にも所属していない、まあ言ってしまえば僕と全く同じような、変わらない立ち位置にいる、本当にもう全国的に無名のシンガーソングライターだったわけですが、この数ヶ月で一躍日本の音楽シーンの話題の中心に躍り出ることになったと。ミーム化からのヒットというパターンでは、星野源さんの恋や、ダパンプの USA など、ここ数年でいくつか目立った楽曲っていうのはありましたが、いずれもメジャーレーベルに所属する、メジャーなアーティストの楽曲で、香水のヒットっていうのは、それらの楽曲のヒットとはまた大きく意味合いが異なってくるかなというふうに僕は思います。さらに深掘りしていきます。ここからは中級編です。なぜドルチェ&ガッバーナのフレーズがミーム化したのか、僕は3つの音楽的な理由があると思いました。1つ目、強烈なカタカナ英語の音節イントネーションが耳に残る。僕英語そんな得意なわけじゃないですけど、普通に発音したらドルチェ&ガッバーナみたいな感じで、タララララタタタっていうメロディーに乗るはずのない単語、ワードだと思うんですよね。そこを強烈なカタカナ英語的節回しで、ドルチェ&ガッバーナーっていう風に歌われることによる違和感、強い違和感を覚えるんだけど、実は日本人、まあ、日本語を第一言語にする人にとっては親しみやすいフレージングっていうのが声に出したくなるとか、話題にしたくなるという気持ちにさせるんじゃないかなっていうふうに僕は思いました。2つ目、
誰でも簡単に歌えるシンプルなメロディーと音域設定。ミーム化したサビっていうのは、同じフレーズの繰り返しをベースに作られています。タララ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 がこう何回も繰り返される。それをベースに作られているフレーズです。非常にシンプルで歌いやすいメロディーで、かつ、男性でも女性でも気持ちよく歌える音域の中で作られているんですね。タララタララタララっていうこの最低音を捨てるように歌えば、元気のままでも女性の音域の中に収まってくるフレーズですし、この曲の最高音のこの音、このソの音、G の音っていうのは、男性の平均的な音域の最高音、男性の声が出る一番、高い音に当たる音で、すごく真似しやすいし、歌うと気持ちがいいんですね。この最高音が例えば、その半音上の G シャープとか、A になっていたなら、この曲ここまで広がることはなかったんじゃないかなっていうふうに僕は思います。三つ目、挑戦したくなる好き。エイトさんのボーカルってすごく味のある、耳馴染みのいい、気持ちいいボーカルだと思うんですけれども、好きがあるなっていうふうに思うんです。スキルフルなタイプのボーカリストではないと思いますし、技術力のゴリ押しみたいなところも全く感じさせないので、俺でも私でもこんな風に歌えるんじゃないかって思わせてくれるような、そんな歌だと思うんですね。で、実際、先ほど説明したようにシンプルなメロディーラインと、絶妙な音域設定によって結構誰でもそれっぽく歌えちゃうんです。僕がこの動画でちょっと歌ったやつってのもそんな悪くなかったと思うんですよね。歌にそこまで自信がないっていう人がチャレンジしても大怪我しにくいし、歌に自信があるっていう人は俺の方がエイトよりうまく歌えるぜみたいな気持ちで、どんどんチャレンジする、それでカバーをするわけですね。いろんな人が気軽にカバーしたり口ずさんだりできるっていうのはエイトさんの人間力で聞かせるっていうような、隙のあるボーカルにも理由があるんじゃないかなっていうふうに僕は思いました。さらに、深掘りしていきます。ここからが上級編です。ただ歌いやすい、ただ真似しやすいっていうだけでは香水っていい曲だよねっていう風に広がっていかないと思うんですよ。この曲どんな人がカバーしても、どれだけの人がカバーしてもそのカバーしたものとオリジナル、その魅力が両立する。そこがすごいなっていう風に思うんです。なぜ両立すると感じるのか。それはこの香水っていう曲が超個人的で誰にも踏み込めない領域っていうのを持った曲だからなんじゃないかなっていう風に思うんです。この曲の B メロの歌詞、でも見てよ今の僕を、クズになった僕を、人を傷つけてまた泣かせても何も感じ取れなくてさ、2番だとでも見てよ今の僕を、空っぽの僕を、人に嘘ついて軽蔑されて涙一つも出なくてさ、強烈な自虐ですよね。自分のことクズだとか、空っぽだとか、もう相当のことですよこれは。でもなぜそんな自分になってしまったのか、彼女と別れて、会わない3年間に何があったのか、そこにこの曲は全く触れないんですよ。その答えっていうのはこの歌を作ったエイトさんの中にしかないんです。だからどんな人が歌っても、どれだけの人が歌ってもエイトさんが歌う香水っていうのが本物だし最上だと。と同時に、空白の3年間に、10人十色の、自分の3年間を重ねることができるから、聞きたくなる、歌いたくなるっていうふうにも言えるかもしれません。いかがでしたでしょうか。最後に少しだけ、余計な話をしたいと思います。エイトさんという個人が、香水という曲を作り、それを歌い、でそれを聞いた個人個人が、その曲に思いを馳せることっていうのは素晴らしいことで、そこには誰もケチをつけることはできないっていうふうに思います。ですが、この香水って曲をチームや組織が評価して、2番煎じ、3番煎じのような楽曲を作るっていうことは認めてはいけないと僕は思います。なぜか、この動画でもお話しした通り、完全にカタカナ英語で歌われるこの曲のドルチェ&ガバナっていうフレーズは、
非常に日本的で、ある種の滑稽さっていうのを併せ持ったフレーズだからです。現に、多くのお笑い芸人さんが、この曲に反応していて、ちょっと茶化すような歌とか、あとはそういうネタとかっていうのを、たくさん作ってる。僕お笑いもすごく好きなんで、まあそういった動画も楽しく見てるんですけれども、まあ要するに、どこか面白がられてるっていう側面があるっていうことなんですよ。音楽を大衆に向けて発信することができる、そういうポジションにいる人たちが、その要素を必要以上に優れたものだっていうふうに評価して、同じようなものを作ったりとか、広めたりすることっていうのは、日本の音楽シーンのガラパゴス化っていうのをより進めてしまいかねない。音楽がストリーミングサービスを通じて楽しまれるようになった時代に、シーン全体が内へ内へ閉じていくっていうことには、いいことなんて一つもないっていうふうに僕思います。個人が、好きな歌を好きなように歌うのにも、それを好きな人が聞くのにも何の問題もありません。ですが、エイトさんの成功例の上辺だけをなぞって、しょうもない歌を作るやつが出てきたとしたら、そいつは音楽に愛のない人ですよ。エイトさんの香水の大ヒットっていうのは、今後の日本の音楽シーンに大きな影響を与えうる、流れを変えうる事件だと、それぐらいすごいことだっていうふうに思うからこそ、最後に釘を刺して、この動画を終わって、こう記録に残しておきたいなっていうふうに思いました。最後までご視聴いただきありがとうございます。コメント、チャンネル登録、高評価、シェア、どうぞよろしくお願いします。ありがとうございました。また明日。